どうも、マンドウェイです。こんにちは。2ヶ月ぶりかな、出てきたんですけれども、今日は割とお客さん多いようで、いつもの出だしとガラッと変わって今日は、陽気にやっちゃったんですけどね。いつもは現代音楽とかバンドから入ってこう一気にやってるんですけど、今日はこういう感じでやってみたんですね。いつもと違う。の喋り方もちょっと変えてるんですけど。いろいろ落ち込んでるバンドとかいろいろそういう噂があるので少し反省をしました。じゃあ次の曲なんですけど、一応単純面会なのを最初のうちにやっちゃうという感じでやりますけども、キーボードの用意が渡しても大変なので、喋り方はだんだん口ごもって言いましたけどもだんだんはっきり言いますから、喧嘩腰ですので。ボーカルリバーブ入れ、リバーブじゃなくてエコーを入れてくれますか。ちょっと跳ね返りが強いですけど、もう一人深めにかけて跳ね返りは小さいですけど、じゃあ夜になったら曲です。どうも、夜になったらという曲でした。次にですね、いろいろステージのセッティングを変えるそうですけど、マンドレイクの、大失敗作誤解編、誤解者を多数呼び起こしたというろくでもない曲なんですけど、こういうのは早くやっちゃうに越したことがないというので、今日は一等最初にやっちゃうんですけど、最初じゃない、3番目かにやっちゃうんだよね。いつもなら実は最後に撮っといてこう、聞いたなっていう感じにさせるんですけども、今日はもうそういう人は容赦しませんから。3曲目が楽しみなんです。3曲目で、これ終わって帰った人はもうこれやっちゃうんですけど終わりじゃありませんから帰んないから犯された宮殿ですけど、今日は新曲が1曲用意してあるんですけども、大体半年ぐらいかけてやっとできて、その程度だというのを皆さんにお目にかけたいと思うんですけど、ひどいもんですから。いいですか、準備 OK かな。いい、犯された宮殿です。どうもありがとうございます。今日は早めに犯された宮殿をやっちゃいました。大変な仕事は最初にやっちゃった。阿久津くん、何か喋ってましょうか。ギターの平沢くんが、準備がいろいろありますので、進行僕が入ってます。今日は天気が良かったんですけども、インストロメンタルです。Tales from Pornographic Ocean。したいと思いますけど、一番最初に男の人 のナレーションでもって、なんか喋ったんですけども、俺は何て言ってたかというとね、Look the boundless sperm ocean swallow the whole world without haste get off your dress polluted in the hour and now I wish you think with meTales from Pornographic Ocean って言ったんですけども、日本語に訳すとどうかっていうと、見よ、果てしなく広がる愛液の海がゆっくりと世界を飲み込む、時に汚れたドレスを脱ぎ捨て今私と沈んでくれるか、そういう感じなんだけども、
あの声を取るのはすごく大変で、あの表に歩いてる外人を捕まえて、あのカセット電池で担いでって、あのすいませんっつって日本語で言って、なんとか説明して取ってもらったんですよね。なんか新聞記者かなんかの外人の人で、一生懸命やってくれたんですよ。次はね、あの新曲やるんだけども、あの邪魔ですから大きくしたりちっちゃくしたりあんまりしないでください。新曲をやるんですけども、新曲をやります。飾り窓の出来事っていう、飾り窓の出来事パート2って言うんだけど、ちょっとエコー入れてくれますか。あんまりたくさん入れなくても、はい、週末の前っていう曲なんですけど、この割と誤解派を見やすい曲で、ノターっとしてこうムードミュージック的に最後に女性が好きなような作り方してるんだけども、週末の果実の週末っていうのは土曜日のことと間違える人がよくいるんですけど、土曜日じゃなくて、あの、もう世の中終わっちゃう週末ですから、果実っていうのは、皆さんのことです。ここまで言わなきゃなんないのは辛いな。まだ？今割るの？え？割るの？割らない、割らないよ、もったいない。まずじゃあこの辺に輪を描いて、これは本当のインタビューだね。インタビューですね。ええ、知ってるから。じゃあさ、じゃあまあお決まりのマンドレイクの目指す、なんていうか、こういうのやったことないから苦手なんだよな。じゃあ音楽性というか、どういうものを目指して、はい、一応目指しているものは何もありません。何もありませんか。はい、オリジナルを追求したいと思います。やっぱりあの卑猥な感じで、ぜひとも卑猥にやりたい。なんだっけな、ポルノグラフィックオーシャンっていうのはどういうところで思いついたんですか。イエスのあれあるでしょ、うん、トポグラフィックオーシャンって、ただ語呂がいいからそういうふうにつけたっていうだけの話で、ね、後からいろいろこじつけたという。あれ発想はどの辺で、思い浮かぶ本音と整えが、あ、じゃあその方をこちらに。いや、どうぞ。どういうこと。いや、要するに本音を一番最初にですね、一応まず、なんていうか、こう変わったことをやろうっていうのであれをやったのとね、ああいう声を入れたっていうのと、もう一つはやっぱり最初に英語で言ってるナレーションがあるでしょ、あれが本音なんですよね。であれが今のところ英語だからいろいろ問題あるんで、英語を言ってる時にスライドで前にこう文字を出そうかとかいろんな考えがあるんだけども、そういう、そうなんですよね。だから、ああいうのただ面白いとかこうなんかムード的に捉えると非常に失敗だということなんだけども、やはりプログレッシブロックのファンっていうのはいろいろ誤解されそうなところがあるんでね、マンドレイクでもいろいろムード的なところがまだあるんで、
そういうところは徐々に削ってきた、はい、ムード的なものを削って、ムード的に解釈されそうなところをね、もっと手取り足取り誤解のないようにいろいろ仕掛けをしていきたいと思います。どういうふうにこう、まあ取り方は千差万別だと思うんだけども、ここマンドレイクとしては解釈してもらえるといいと思う。どういうふうに解釈してもらえるといいかって、別にただの音楽とじゃなければどうでもいいです。あ、そうですか。オリジナリティを分かってほしい。そういうことですか、早く言えば。ただ別に音楽面だけのオリジナリティっていうんじゃなくて、別に僕個人としてはさ、テクニックとかさ、音楽性っていうのはあんまり気にしないんですよね。気にしないというか、バンド自体うまい演奏することが目的じゃないと思ってるから、それにこうすごい曲を作ることが目的だとは思ってないからね。マンドレッグが、マンドレッグはこう音楽を演奏することが目的のバンドじゃないと思ってると思ってんです僕は。具体的にはもうちょっと、いや具体的にはもうちょっと、それはなんていうか、さっきの最後の週末の果実を聞いてもらうと分かるんだけれども、とにかくなんていうの、ただの生活者でありたいと思います。向こうのミュージシャンではどんなのが好きですか？好きなのはいっぱいあるけども、信じられるのはロバート・リップだけです。マンドレイクって初めて何年ぐらいですか？何年ぐらいだろうね。メンツの変化とかある？メンツの第1期と第2期とかありまして、第1期含めると何年ぐらい？第1期含めるとね、4年か5年ぐらい経つんじゃないかな。レコーディングの予定とか、ね、一応ね、ビクターからね声がかかってるんだよね。で最初来た話ではこう、今年の4月頃にはポッて出したいねなんて向こうは意気込んでたんだけども、割と音沙汰ないんですよね。なんか時期が悪いって言うんでね、今出す時期じゃない。でも今は出さなかったらもう僕らとしては出す時期ないと思ってるし、大体からして自分たちのやってる音楽ってすごく古いと思ってるからね。だから出すんなら早くしてほしいと思う。入ってんのかなこれ、ね、ちょっと